実は歯は生きてるわけですよね。あ、はい、ただの塊ではないんですよ。で、歯の中にですね、血液が行って、そこで成分を歯の隅々まで、その歯のリンパ液で運んでるわけです。で、例えばひびが入ったら、そこを栄養を運んで、そのひびを修復してくれてるんですね。虫歯の原因は、血糖値が急激に上がった時、その歯の神経の中がマイナスの圧力なんです。はい、そうすると、歯の表面にある菌、板菌が中に吸い込まれるんです。ところが、その歯が生きてる、あの神経が生きてると、その菌をやっつけてくれたりするわけですよね。リンパ球が。それから今度は、その穴を自然にこう、菌が入ってこないように塞いだりしてくれてるんですね。歯に免疫が働いてるって考えていいんですか？そうです、そうです。その通りです。はい、歯にいろんなそういうですね、刺激を加えるということは大事なんですけども、はい、その歯に削ることによってひびが入る、はい、そちらがやっぱりなかなかね、歯の表面のエナメル質は先ほどお話したように自然治癒できないんです。自然治癒できない、はい、中の増減質は自然治るんですよ、はい、ですから歯にあのエナメル質を削るということはもう絶対に避けなきゃいけないということなんですね。これからはですね、エナメル質は絶対削らない。でも歯の表面のエナメル質がなくなっちゃったり、もう過去に削られた歯は自然に治すことができますよということをお伝えしたいんですね。で、それは先ほどお話したように、毒ベストを使ってマンガン、銅、鉄、マグネシウム、この4つのミネラルを毒ベストで、まあ別のものでも構わないですよ。そのミネラルを提供することによって、先ほどは神経作る細胞で、今度は歯を作る細胞に幹細胞が変わってくれるんです。ですから菌が入らないようにそこに壁を作ってくれるんです。こういう自然治癒能力があるんですよということですね。まあとにかく削らないということが一番大事ですね、うん。